みんな、やっと見つけたぞ。見てくれ、世界一の酒だよこれが。やっと見つけた。やっと見つけたね。これスピリタス、これ世界一アルコール度数が高いお酒でございます。やばいぞこれ。種類はウォッカで96度、まあ、以前は98度っていうお酒がね、エストニアってやつだよね、があったんだけど、まあ、それはね、もう今現在ではまあ製造がもう中止されているということで、まあ、手に入りにくいのかな、もう入んないんじゃない、普通には。なので現時点ではスピリタス96度のウォッカが世界1位のアルコール度数を持ってます。で、手に入れただけなんだけど、いろいろちょっと試したい。いや、そうだね。かっこよくない？いや、かっこいいよこれ。酒の王様ですから。うん、アルコール度数が高いため火気に注意してください。あの、お酒を作るためののお酒、お酒ですね、本当は。もう割るための酒と本当は考えていただいた方がいいかもしれないです。そういう風に書いてあります。火つけてみますね。どのぐらいやっぱアルコールなんで強い。マジマジマジ。いや、すげえ、これ全部 96% か。やばいな、やばい。ちょっと開封します。やっぱさ、香りのテイスティングを。うわ、やべえ。うわ、やばい。鼻に入っただけですげえ。これやばいぞ。え、俺もこれだけで弱いぞ。わかるわかる。やばー、すげえ。飲めないよこんな。うわ、入れたことない。重くね。え、やば。ちょっと待って、これ近くやったらボンって爆発する。え、これすごくない？すげえ。ちょっと待って、火災報知器やばいかな。ちょっと待って、おうおう。いや、これ家でやっちゃダメだな。いや、だって俺アルコール飲むときなんて普段 5% くらいのしか飲まないのに。普通にやればアルコールだけで直接火つければ煙は出ないかな。全然使い慣れてない。だからね、タバコ吸う人とかは。そうだよね、タバコと一緒にやっちゃダメらしい。俺らタバコ吸わなくてよかったよ。お、すげえ。おお。結構やっすごい。これすごくない？これ。あ、消えた。すごいすごい。わ、蒸発してる。おお。おお、すげえ。すげえ。これやばくね？やばいっす。言っときますけど、これお酒ですからね。普通に飲むやつです。これやったらやっぱ飲むしかないっしょ。マスク越しからも。本当にちょっとやばい、やばいやばいやばい。あ、すげえスズするんだけど。え、これ俺ガッて言った方がいい？うん。こわ、こえ。普通飲んでいいものなのかちょっと分かんないけどさ。うわっ。これやばい、ちょっと待った。うわ、喉焼ける。あっつ。やばいこれ、これやばいわマジ。やべ、喉焼ける、やばい。あっつ、これやばいぞ、マジやばいぞこれ。あー、すげえこれ、これやばい。俺初めての経験。なんか俺若干もう赤くなってきてるわ。結構さ、ショットにしては少なめだったんだよ。いや本当にそうだよね。なんか今までテキーラとか50度とかまでは飲んだことあるんですけど、あれでも結構やばいな。あれの倍ってことでしょ。痛い、喉が痛いの。喉痛いね、これ。でも熱くなって、で今ね、水をもう飲まないと熱くて本当にやばい。って俺より量今ちょっと多かったもんね。本当はこのまま飲んだりすると、うん、なんか口がただれるっていう。そう、いや試してほしいけど危険だよこれ。うん、これやったことね、ない人は本当に分かんないと思う。やった人にしか分かんないからやってほしいけども、うん、マジやるんだったら覚悟持った方がいい。本当に責任を取れる覚悟でいかないと。これやばい、やばい、衝撃的だった。これはすごい。これ酒苦手な人はもう無理だぞ。ミリオン商事株式会社、ミリオン商事やべえだろ。もういや、これ扱ってるってだけでやべえ会社だな。いや、プリンが落ち着くな。ということで今回はこちら世界最強の酒スピリタスでした。